嫌だ。緑消防団第2分団1班が出場しました。消防団員は普段は他の本業を持ちながら災害対応や地域のために防災啓発等を行っております。市内には18の消防団があり、今年9月1日現在7837人の消防団員が活動しています。横浜市では地域防災のために共に活動する消防団員を募集しています。到着した緑消防団が火災の状況、被害状況、負傷者の状況、建物内の逃げ遅れた人の状況など情報収集活動を実施しています。横浜市消防局陸上自衛隊のバイクが災害時の状況を確認するために出場しました。消防局の活動委任隊は大規模災害時における早期の情報収集活動を目的に市内各消防署、消防出張所に配置されています。陸上自衛隊のバイクは災害発生時には先遣部隊として災害現場に派遣され情報収集をいたします。消防局自衛隊各機関バイクによる現場の確認によりますと、建物等の倒壊や火災が発生し多数の要救助者がいる模様という内容が各機関の本部に報告され、各機関の指揮隊、救助、救急活動部隊が出動してきます。ただいま各機関の指揮隊、救助、救急活動部隊が出動してきました。自衛隊の各指揮車両が出場してきました。消防の指揮を取るのは緑消防署指揮隊です。警察の指揮を取るのは神奈川県警察危機管理対策課即応対策チームです。陸上自衛隊の指揮を取るのは第31普通科連隊です。災害救助犬が災害の状況を確認するために出場しています。災害救助犬は大規模な自然災害等による行方不明者の捜索に大きな力を発揮します。本日は救助犬訓練士協会神奈川県救助犬ネットワークが出場します。ご覧いただいているような大規模な震災の現場などでは防災関係機関が相互に連携をして効率的な救助活動を行うため現地調査所を設置いたします。現地調査所では消防、警察、自衛隊などにより東海パークの要救助者の捜索、救助のため活動エリアや活動方針について調整が行われます。
ただいま災害救助犬が捜索を開始しています。災害救助犬は迅速性、傾向性、遠隔操作性という3つの利点があります。この利点を活用し、人が立ち入ることのできない狭い場所や操作困難な災害現場においても迅速に要救助者を発見します。それでは皆様、平屋の倒壊建物をご覧ください。消防団が事故車両に閉じ込められておりました。要救助者1名を救出いたしました。このように消防団は地域防災の要として、災害発生時は消火活動や人命救助活動を行っております。そのため消防団の車両には消火のための小型ポンプや人命救助に必要な救助資機材も装備しております。消防、警察、自衛隊、医療機関の特別救助隊です。車両側面には YR が表示され、横浜レンジャーという意味が込められています。続いて機動隊が出動しています。特別行動救助隊はスーパーレンジャー、通称 SR。 続いて青色の車です。警察第1機動隊広域緊急援助隊特別救助班、通称 P-REX です。続きまして、横浜市薬剤師会のモバイルファーマシー、日本赤十字社神奈川県支部の救急車、そして医療救護班が出場いたしました。横浜市医師会、緑区医師会、横浜市医師会医師会、緑区医師会医師会、横浜市薬剤医師会、緑区薬剤医師会、日本赤十字社神奈川県支部の医療機関にご協力をいただきます。続いてです。緑色の車は陸上自衛隊第31普通科連隊です。ただいま出場してまいりました。続いて上空をご覧ください。上空では株式会社ハミングバードのドローンにより上空から要救助者の捜索活動を行っております。このドローンは通常のカメラに加え熱画像探査カメラも搭載しており、空撮した映像はモニターを通してリアルタイムで確認することができます。またマイクで要救助者に対して呼びかけを行うこともできます。災害発生時にドローンを利用することで
地上からは難しい場所の捜索活動を行うことができます。続いて皆様、指揮本部をご覧ください。現在指揮本部では各隊の隊長が指揮台から活動の指示を仰いでいます。指揮本部の加盟により活動方針が決まり、隊長から各隊への活動方針が伝えられた後に救助活動が開始されます。ドローン隊の上空からの情報収集により、機雷や建物内に要救助者を確認した模様でございます。この情報は直ちに指揮本部へ伝達されて、活動部隊に共有されます。続いて2階建て倒壊家屋で救助活動を行っておりますのは陸上自衛隊第31通過連隊です。陸上自衛隊第31通過連隊は横須賀市竹山に駐屯し、神奈川県の防衛警備災害派遣を担当する部隊です。ただいま屋内に閉じ込められました要救助者の救助活動を行っております。救助機材を使用して隊員の侵入や負傷者を救助するための開口部を設定しております。続いて事故車両で救助活動を行っておりますのは警察の P-REX です。 P-REX は救助活動に必要な豊富な知識と優れた技能を持つ隊員を選抜して編成された専門部隊です。警察が保有する救助機材を使用して事故車両に閉じ込められている要救助者の救助活動を行っております。倒壊いたしました平屋家屋に衝突した車両で救助活動を行っておりますのは倒壊市場特別救助隊です。倒壊市場特別救助隊は人命救助用の機材を装備し、専門的な教育を受けた隊員で編成された部隊です。車両に挟まれている要救助者を救出するため救助機材を使用して、ただいま事故車両のドア開放や車両を牽引するための準備を行っております。続いて倒壊した平屋家屋で救助活動を行っておりますのは機動第一救助隊です。特別高度救助部隊は救助隊員の中でもより高度な救助技術と経験知識を身につけた隊員で編成された部隊です。ドローン隊の情報収集で確認された要救助者を救出するため開口部を作成し、特殊な支柱機器で建物を安定させています。特別高度救助隊は人命救助は当然のことながら災害現場で安全管理を担う部隊でもあるため、さまざまな資機材を駆使して災害対応に当たっています。続いて2階建物から陸上自衛隊により要救助者1名が救助されています。医療班によりまして負傷程度と負傷部位を特定するための観察と処置がただいま行われております。なお家屋内には要救助者がもう1人取り残されているようです。
続いて事故車両をご覧ください。事故車両から警察 P-NEX により要救助者が救出されまして、医療班による負傷程度と負傷部位を特定するための観察と措置が行われています。なお事故車両内には要救助者がもう一人取り残されているようです。自衛隊と連携して救護活動を行うのは歯科医師会の医師で編成された救護班です。警察と連携して救護活動を行うのは医師会の医師で編成された救護班です。続いて消防と連携して救護活動を行うのは薬剤師会の薬剤師などで編成された救護班です。救出されてきた要救助者の観察、一時的な処置を行い、救急車で病院へ搬送を行うのは日本赤十字社神奈川県支部の医師、看護師などで編成された救護班です。続いて2階建物から陸上自衛隊により要救助者1名が救助され、医療班による容体の観察と処置が行われております。続いて倒壊した平屋から機動第一救助隊により要救助者が救出され、救急隊と医療班による負傷程度と負傷部位を特定するための観察と措置が行われております。続いて事故車両から警察 P-NEX により要救助者が救出され、医療班による容体の観察と処置が行われております。続いて平屋建物および車両をご覧ください。事故車両から十日市場特別救助隊により要救助者が救出され、救急隊と医療班による容体の観察と処置が行われております。
あれが緊急走行してくるとき、ここいて大丈夫ですか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？顔つらない程度で来るから、こっちは SL 下げるのがいるから。手下げます。やった。これで倒壊した平屋家屋と衝突した車両に取り残された要救助者は全員救出されました。これで倒壊した平屋家屋と衝突した車両に取り残された要救助者は全員救出されました。